いやどうも、東海岩のデーツやだ。ということで、ね、早速自己紹介よろしくお願いします。あ、どうも、竹明と言います。アスコラボっていうことでね、僕の他の YouTuber とコラボしたことなくて、はい、初なんですよ、初の手製本の初で。でも別に他の YouTuber とか見てますよね。見てますね。誰見てます？特にまほとさんとか、はじめ社長とか、で、国家機密特務機関セルの、まあ、有名どこを見てる感じですかね。そうですね、有名どこですね、はい、今回はこちら、ででん、番犬ガオガオ。今回はこちらの番犬ガオガオをもう一段階レベルアップさせて遊びたいと思います。パワーアップさせたいと。ででん、なんとこちら四方切りでございます。これがこういくこういくことです。お、怖い、こっち向くの、こっち向くの怖い。これ危ないな、痛いんですかね、これ。この、もしこの感じで来たとしてたら、あ、痛い。あ、あ、ダメだ。これダメだ。これダメ、ダメなやつですね、これ。今ここ赤くなってます、これ。これダメだ。ここ、あ、ダメだ、これ。うん、これどうしますかね、これ。ちょっと一旦やめて。ボツか。ボツ、ちょっと危なすぎるんで、これは、うん。まあね、結局ね、やっちゃうんだよな。そうなんだよな。骨を2本ずつ取っていきたいと思います。逆に噛みつくぐらいの気持ちでいきます。うわっ！あれ？今のは番犬がいかにして襲ってくるかっていうのをただ教えたかっただけで、失敗じゃないですから。戦略的撤退だったんで、うるさい。おぉ、うわ、あった。あ、泳げちゃった、やばい、泳げちゃった。おぉ、普通にうまいですよね、これ。あ、僕です。何が怖いって、寝息が止まる瞬間が怖いんですよね。あ、あ、あ、痛い、危ない。あ、あ、よけた。あ、俺よけたよ。あ、俺受けた。受けた。もう全部取っちゃいますよ、この相撲。ふざけんなよ、お前。取れた。取れた。いっぱい取ったね。いっぱい取った。え、バカなのかな、こいつ。あ、バカじゃん。バカじゃん、こいつ。ほら、ほら、おい。おお、おお。